アイテムが多かったからな。消耗品もかなり安くなってたから予定外に買い込んじゃったよ。みんなが使うものだから予備がなくならないようにってついついね。余ったって困らないものだけど、リアルだったらものすごい量になってそう。いいじゃないか。アイテムはストレージに格納されるから場所を取るわけじゃないし。それにアスナがそうやって細かく気にかけてくれるからみんな助かってるんだと思うぜ。もうキリト君はちょっと褒めすぎだよ。そしてもちろん俺もすごく感謝している。アスナにはずっと。急に改まってどうしたの？感謝の気持ちを伝えようと思ってさ。これなんだけどさ。あ、それってさっき見てたリボン？絆のリボンっていうらしい。ジージーらしからぬ名前だよな。絆のリボン確かにロマンチックな名前だね。大切な女性に二人きりの時に渡すと永遠の絆が結ばれるというのがアイテムの効果らしい。永遠の絆。 GGO の世界には結婚とか家族っていうシステムはないけどさ、アスナはどこにいてもどんな世界でも俺の奥さんだから。だからこのリボンを受け取ってほしい。キリト君、嬉しい。もちろん受け取るよ。キリト君の気持ちと一緒に。あ、メッセージが出てきた。健やかなる時も、やめる時も、彼女を愛することを誓うか。こっちにも出たよ。なんだか結婚式の誓いみたい。こんなメッセージが出るんだったらもっとロマンチックな場所で渡せばよかったな。ううん、ここでいいよ。キリト君がいる場所が私の居場所なんだから。じゃ、入力するね。答えはもちろんイエスだよ。俺も当然イエスだ。またメッセージ。ガンの重心と引き金のように火薬と雷管のように末永く幸せにな、だって。GGO らしいね。って、あれ？リボンが。え？何これ？おリボンのドレス。ちょっとキリト君、こうなるって知ってたの？いや、知らないよ。メッセージが出ることだって知らなかっただろ。もう、こんな姿に変身させられるなんて。二人きりの時にっていうのは、こういうことだったのか。キリト君、何納得してるの？早く解除してよ。え、アスナの方で解除できないのか？それが、こっちからは一定時間操作できないみたい。カウントダウンタイマーが出てるのよ。あ、ダメだ。こっちも同じだ。そんな。でも可愛いよ、アスナ。こんな時に褒められても嬉しくなかった？嬉しいけど、それにキリト君ならこの姿を見られてもいいし。アスナ。でもやっぱりダメだって。誰か来るかもしれないでしょ。そうは言っても時間が経たないとどうにも。